こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、明るい北朝鮮、シンガポールの成功と挑戦について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。これからはシンガポールだわ。どうしたんだ急に。シンガポールって、ものすごく税率が低いらしいの。ということは、シンガポールに移住すれば、税金もたくさん支払わなくて済むわ。霊夢はそもそもそんな稼ぎがないから、日本でも大して税金払ってないだろ。いろんなゆっくり解説チャンネルで、私の顔使ってるでしょ？そんなチャンネルごとに使用料を請求したら、私も一気に億万長者だわ。そのお金で税率の低いシンガポールに行けば、その後の人生ウハウハに違いないわ。生々しいからやめろ。ところで、霊夢はどれくらいシンガポールについて知っているんだ？正直、どこにあるかもわかっていないわ。よくそんなので移住しようとか言い出したな。シンガポールは実は、明るい北朝鮮とも呼ばれている国ってことは知っているか？え？北朝鮮？独裁国家なの？それならなぜ、明るい北朝鮮と呼ばれるか、ということも含めて、シンガポールという国について解説していくぜ。内容によっちゃ移住を考えてやってもいいわね。なんで上からなんだ。まずは、シンガポールの基本的な情報を押さえていくぜ。島国のシンガポールは、日本の南西に位置するマレー半島の先端にある国なんだ。つまり東南アジアになるのね。そうだな。ちょうど、アジアの中心あたりに位置しているんだ。日本からはどれくらいの距離なの？日本とシンガポールは 5246km で、直行便であれば7時間くらいで到着するぜ。日本との時差は1時間くらいなんだ。思っていたより近いのね。アクセスは悪くないわ。そして国土面積は、約720平方キロメートルなんだ。東京23区が622平方キロメートルだと考えると、それより少し大きいくらいね。シンガポールの人口は、2024年時点で約605万人だ。毎年人口は増加傾向にあるんだぜ。言語は何語を話すの？英語、中国語、マレー語、タミール語の4つの公用語が使われているんだ。なんで4つも公用語があるのかしら？それは、シンガポールには様々な文化が共存する、多民族国家という側面があるからだ。中華系やマレー系、インド系、その他アジア系、ヨーロッパ系の民族が暮らしているんだぜ。だから多民族国家なのね。仏教、イスラム教、キリスト教、ヒンドゥー教、道教など、様々な宗教が共存するのも特徴だ。その多様性が、シンガポールの大きな魅力でもあるんだ。一つの国で、世界中の文化に触れられるのね。そんな環境から、観光産業も大きく発達しているんだ。観光で思い出したけど、そういえばシンガポールって言えば、あれが有名よね。なんだっけな。なんだ？ほら、寝てる時のマリサにそっくりな。思い出した。マーライオン、千葉来た押すぞ。口から水を吹き出すところとか、よだれを垂らして寝てるマリサっぽいわ。マリーナベイのてっぺんから蹴り落とすぞ。マリーナベイの高級リゾートにも、一度行ってみたいわね。それ以外にも、夜行動物が見られるナイトサファリや、ユニバーサルスタジオシンガポールもあるんだ。シンガポールにユニバがあるの？世界中にあるユニバーサルスタジオの中でも規模が小さくて、入場料も低めに設定されているぜ。気軽に行けるユニバも素敵。観光名所も多いけど整備された公園や緑地、高層ビルが立ち並ぶ近未来都市の景観も魅力だ。高層ビルが並ぶ都市でありながら、至る所で自然も感じられるのね。さらにシンガポールは低い税率、優れたインフラ、ビジネスの拠点としての魅力により、多くの国際企業や富裕層、知的エリートが集まる場所となっているんだ。結果的にシンガポールは高い経済成長率を維持し、アジアの経済中心地としての地位を確立している。低い税率はとても魅力的ね。で、実際どれくらいなの？シンガポールの所得税は、累進課税制度を採用しているんだぜ。所得が増えるにつれて、税率が上がるってことだな。日本も累進課税じゃなかったかしら？日本は所得税、相続税、贈与税の3つで累進課税が採用されているんだ。そして日本の最高税率は 55% だ。日本で最高税率が適用されたら、収入の半分以上が税金として持っていかれるってこと？鬼畜だわ。それに比べて、シンガポールの最高税率は 22% だ。22% って、日本の半分以下なの？それだけじゃないぜ。シンガポールには住民税がないんだ。住民税がないだなんて神すぎる。さらにさらに、シンガポールの個人所得税では、様々な控除が適用されるんだ。例えば、配偶者控除、子供扶養控除、両親扶養控除、生命保険控除などが挙げられる。控除を活用することで、納税額を大幅に下げることが可能なんだ。家族で生活したい人にも優しい設計なのね。総じて、シンガポールは税金が低く、個人や法人にとって魅力的な環境と言えるな。ぐは、シンガポールに移住する未来しか見えないわ。さて、次の話を聞いてもそう言っていられるかな？シンガポールは、ファインシティとも呼ばれる都市だ。ファインは一般的に、優れた、素晴らしいという意味を持つが、重要なのはもう一つの意味だ。ファインのもう一つの意味？
そう、それは、罰金だ。罰金？じゃあ、ファインシティは罰金都市という意味になるの？その名の通り、シンガポールは禁止事項を明文化して、罰金を設けることで有名なんだぜ。例えばどんなことをすると罰金になるの？まず公共の場での飲酒だ。22時30分から翌朝7時までは、公共の場での飲酒は禁止されているんだ。違反したらどうなるの？違反すると最高で1000シンガポールドル、日本円にして約11万円の罰金が課されるんだぜ。11万円も取られるの？再犯の場合は倍の2000シンガポールドル、さらには3ヶ月の禁錮刑が課されることもあるぞ。ちなみに路上で泥酔しただけでも、1000シンガポールドルの罰金なんだ。禁錮刑にまでなるなんてめちゃくちゃ厳しいわね。喫煙に関してもかなり厳しくて、地下鉄内や屋内の多くの場所は、全面禁煙なんだ。禁止エリアでの喫煙は、最高で1000シンガポールドル。これも日本円で、約11万円の罰金が課されるんだ。喫煙者には行きづらい国なのね。ゴミやタバコのポイ捨てに関しても、厳しい罰金があるぞ。初回は2000シンガポールドル、2回目は4000シンガポールドル、3回目以降は1万シンガポールドル、つまり約110万円の罰金が課されるんだ。ポイ捨てで110万円？高い勉強代ね。次は霊夢も気をつけないといけない罰金だ。え、なになに？トイレの水を流さない。流すはボケー。公共トイレで水を流さないと、150から1000シンガポールドルの罰金なんだ。流すはボケー。再犯を繰り返すと、罰金額も倍になるから注意が必要だぜ。流すはボケー。他にもバスや電車といった公共交通機関で飲食をすると、500シンガポールドルの罰金だ。電車の中でちょこっと水とか飲みたい時に飲めないの、辛いかもな。特殊なのもいくつか紹介するぜ。まずはガムの所持や持ち込みは禁止されているんだ。ガムがダメなの？ガムの所持や持ち込みは1万シンガポールドル、つまり110万円近くの罰金なんだ。ちなみにシンガポールでは、ガムの販売も禁止されているぜ。ガムに何の恨みがあるんだろう。蚊の発生防止を怠っても、1万シンガポールドルの罰金が課せられるぞ。政府は定期的に家庭訪問をして、蚊の発生源がないか確認するんだ。めんどくさいな。なんでそこまでして罰金を取りたがるの？罰金制度は、シンガポールの街の美しさと秩序を維持するために、重要な役割を果たしているぜ。その甲斐あって、シンガポールはどこを見渡しても清潔で、綺麗な環境が整っているんだ。それにしてもやりすぎだと思うわ。実際にシンガポールの抑圧的な規制は、国際的な議論になることがあるぜ。その反面、国内の紛争や犯罪率の低さ、治安を総合的に評価する世界平和度指数ランキングでは、シンガポールが6位に選ばれているのも事実だ。ちなみに日本は9位だぜ。厳しい罰則で治安を維持する、それはそれでありなのかもしれないわね。けど、どうしてここまで国を挙げて、細かな規制を作るに至ったのかしら？それを知るにはシンガポール建国の父と呼ばれた、リー・クアンユー氏について理解する必要があるな。リー・クアンユー氏の政治モデルが理解できれば、なぜシンガポールが、明るい北朝鮮と呼ばれるかも、見えてくるぜ。リー・クアンユー氏は、1923年にイギリスの植民地であったシンガポールに生まれたんだ。名前を見ると中国出身のようね。その通りだ。リー・クアンユー氏の家族は中国からの移民で、彼自身は中国移民の4世だったんだ。その頃のシンガポールがイギリスの植民地だった影響で、英語教育を受けて育ったんだ。じゃあ日常生活は英語で話していたのね。第二次世界大戦中には日本軍の統治も経験している。戦後はイギリスに留学して、ケンブリッジ大学で法律を学び、帰国後は弁護士として活動したんだ。なかなかのエリートだったのね。そして1954年に人民行動党、通称 PAP を結成して、1959年にはシンガポールの首相に就任するぜ。党を結成してからたった5年で首相になるの？ものすごい政治手腕だったのね。その後1990年までの31年間、シンガポールを統治することになるんだ。彼のリーダーシップのもと、シンガポールは急速に経済発展を遂げて、途上国から先進国へと引き上げることに成功した。一体どうやって30年で先進国へ成長したの？リー氏の統治は、開発独裁と呼ばれている。経済発展のために政治的安定を重視し、国民の政治参加を制限することもあったぜ。つまり独裁政治だったってこと？ある意味ではそうだな。だが、汚職の少ない効率的な行政や、持続的な経済成長を実現できたのは、リー氏の独裁的とも取れる、厳格なリーダーシップのおかげだったという評価もあるんだ。そういう側面もありそうね。ここからはリー・クアンユー氏の独特な政治モデルを、私なりに分析していくぜ。まずは権威主義、エリート主義だ。彼は人民行動党が国会で圧倒的優位を確保し、実質的な独裁政治を敷いた。強い権力を握るようになったのね。次に功利主義、現実主義だ。社会面では実力、優勢、効率を過度に重視して、人情や人間味に欠けた政策を中心に採用したぜ。社会を合理的にシステム化しようとしたのね。なんかちょっと怖くなってきたわ。経済面では、国家資本主義を前面に出したんだ。国家資本主義ってどういうこと？
政府が経済活動に大きな役割を果たし、企業運営、市場の管理に積極的に介入する経済システムだ。政府が国営企業を所有、運営するか、民間企業に強い影響力を持って経済をコントロールするんだ。徹底した権威主義を敷いているからできることね。そして最後は情報統制だ。李氏は強固な言論統制や社会的自由の制約を駆使し、反対勢力を露骨に封じ込めたんだ。厳しい罰金制度は、その流れを受けているのね。その通りだぜ。シンガポールはこの独裁的な政治モデルによって、長期的な経済成長や健全財政の確立、社会整備、国民への社会保障といった、近代国家が本来実現すべき課題を、着々と達成していったんだ。強い政府だからこそできたことね。この政治モデルを土台に、李氏は徹底した工業化政策と、外国資本の誘致を推進したぜ。工業化政策も進めていたのね。シンガポールは天然資源が少ないから、自立するためには工業化が欠かせなかったんだ。その結果、シンガポールをアジア有数の金融センターに成長させることに成功したんだ。税金も低くして、海外企業でもビジネスがしやすい環境を整えたのね。主要な経済活動には金融サービス、貿易、製造業、観光業で、高い経済成長率を維持しているんだ。特に金融は国際的にも重要な役割を果たしていて、アジアの主要な金融センターとして知られている。最初に言った、シンガポールが明るい北朝鮮と呼ばれている理由はなんとなくわかっただろう？独裁的な政治という点では、共通しているように思うわ。けど、北朝鮮と比較すると、いろんな面でシンガポールの方が裕福で平和な印象ね。日本から見たら、独裁的な政治が北朝鮮と重なるのも仕方ないことだな。ただ選挙も実施しているし、投票は国民の義務となっている。選挙で選ばれた人が政治を行っているのね。それならまだ民主的と言えるのかな？実際には人民行動党に有利な仕組みにしていて、ほぼ全ての議席を人民行動党が占めているけどな。せこいわね。ただ選挙自体は実施している点を考えると、政府が経済や社会のほとんどを管理する社会主義や、全ての財産や資源を共有する共産主義とは言えない。北朝鮮は社会主義で共産主義だものね。確かにシンガポールでは政治家が強い権力を持ち、法律で国民を厳しく管理している。その一方で、経済面では外資系企業を積極的に受け入れて、公用語も英語なんだ。結果、多くのグローバル企業がシンガポールに進出しているんだ。北朝鮮が海外資本の受け入れを制限しているところは、大きく違う点と言えそうね。それと多民族国家っていうところも、北朝鮮にはない特徴よね。いいところに気づいたな。実際にシンガポールの成長には、移民政策が重要な役割を果たしていたんだ。シンガポールは、地理的な位置と開放的な政策で、歴史的に多くの移民を受け入れてきた国なんだ。その結果、多様な文化と人々が集まり、経済的な成功を収めてきたんだ。違う文化を持った民族が一つに集まって、大きな経済成長を果たした国なのね。なんだかちょっと感動的だわ。シンガポールは外国人労働者を積極的に受け入れて、経済成長に必要な労働力を確保していったんだ。さらに高度なスキルや専門知識を持つ労働者を、特に歓迎したんだぜ。一定の基準を満たせば、就労許可と在留資格の申請を受け付けて、シンガポールに滞在させた。有能な人材が集まることで、競争力も高くなるわね。これによりシンガポールは世界から投資を引きつけ、経済の発展を促進したんだ。その結果、シンガポールは国際的なビジネスハブとしての地位を確立することに成功。賢い移民政策だったのね。その影響もあって、シンガポール人口の約 38% は外国籍だと言われているぜ。日本の在留外国人が人口の約 2.8% だから、割合で見るとかなり多いわね。それだけシンガポールはオープンで、多様な社会を受け入れてきたということだ。先に紹介したリー・クアンユー氏も、シンガポールは常に、世界に対してオープンである。この寛大な精神こそが、シンガポールの社会と経済に活力を与えている、と言っていたほどだ。独裁的な政治っていうもんだから、シンガポール移住はやめようと思っていたけど、いろいろ我慢すればいい生活はできそうね。よし、早速荷物をまとめて移住しようかしら。待て待て、積極的に外国人を受け入れていたのは事実だが、今は移民政策も変化しているんだ。へ？どういうこと？2010年頃から、それまでの外国人労働者の積極的な受け入れを後退させて、抑制姿勢を強めている。なんだって？シンガポールの経済を支えていたのが外国移民、労働者だったんじゃないの？それはそうなんだが、シンガポール政府も、国内の声に耳を傾けざるを得なくなってきたんだ。国内の声って何？シンガポール国民が、とりわけ抗議の外国人労働者へ反発を強め始めたんだ。有能な人材が外国から集まることで、自国民の雇用に影響が出てくる懸念があるんだぜ。なんか日本にも似たような状況がある気がするわ。外国人労働者を受け入れすぎて、国内の人の就職先が減っていくものね。それがシンガポールになると特に深刻化するんだ。
先にも言ったが、シンガポール人口の約 38% は外国籍の人たちだ。日本は2から 3% と比べると桁が違う。10人中、4人が外国人という状況だものね。38% もの外国人労働者に雇用が奪われると考えると、シンガポール国民の不安は大きそうね。また、シンガポールは高技能労働者だけでなく、特別技能を持たない外国人も受け入れてきた。つまり低技能から高技能の雇用先すべてにおいて、外国人で賄えてしまう状況なんだ。そうなってくるとますます、シンガポール国民の雇用先は限定されていくということね。それに低技能外国人労働者への過度な依存が、経済の持続的発展にマイナスに働くとの懸念もある。高技能、低技能ともに外国人労働者によって経済が支えられている、シンガポール独自の悩みね。さらに2020年には、国内の雇用不安を増大させる大事件が起きたんだ。それが新型コロナウイルスの感染拡大だ。やっぱり新型コロナウイルスの影響は避けられないのね。コロナ禍により飲食店をはじめ、多くの事業が撤退、閉鎖に追い込まれてしまったんだ。国内の失業率も、2020年3月末に 2.4% だったものが、同年9月末には 3.6% まで急上昇したんだ。それは不安になるわね。シンガポール国民の雇用を保護するためにも、シンガポール人の雇用促進や補助金支援の政策、キャリアサポートを強化する反面、外国人雇用の抑制政策も進めているんだぜ。例えばどんな規制をしているの？まず企業に対して外国人採用可能枠を設けたんだ。これをクオータと呼ぶぜ。つまり企業ごとに外国人を何人まで雇っていいかが決められているのね。この上限はシンガポール人従業員数に応じて決定されるんだ。外国人採用可能人数を増やすためにはシンガポール人の従業員を増やす必要があるのね。他にも外国人を雇用すると外国人雇用税が発生するようになった。え？外国人を雇っただけで税金払うの？そうなんだぜ。雇用する外国人の人数が増えるほど、企業が支払う外国人雇用税の金額が上がる制度なんだ。外国人労働者もそうだけど、企業としても負担が大きくなる政策なのね。さらに外国人の就労ビザ発給基準を引き上げていて、今後も取得基準を厳しくしていく方針だ。もう外国人労働者を締め出しにかかってるじゃない。じゃあ私のシンガポールライフ実現は、かなり遠のいているということ？規制は厳しくなっているのは事実だ。しかし、政府も国民もシンガポールの経済が、外国人労働者に依存していることは認識しているぞ。そうなの？国内の政治家からも過度な規制が人材流出を招き、シンガポールの競争力を低下させる可能性がある、と、懸念の声を上げている人もいるぜ。だから人類の底辺みたいな霊夢でも、まだまだシンガポールで働ける可能性はあるぞ。人類の底辺は余計じゃない？けど、ここまでの話を聞いていると、シンガポールの将来に少し不安を覚えるわ。実はシンガポールの将来に関しては、楽観的な意見を持っている人が多いぜ。2024年、シンガポールの貿易産業省によると、GDP は1から 3% の成長率が見込まれているんだ。まだまだ成長を続けているのね。ちょっと安心したわ。けどなんでそこまで成長を続けられるのかしら？ここまで見てきたように、シンガポールは強固な経済基盤を持っているんだ。国際的なビジネスの中心地で、強力な法制度、高度に開発されたインフラ、そして何より政治的に安定していることが大きい。海外企業からしてみても、政治が安定した国でビジネスをしたいと考えるのが普通ね。また、経済環境の変化に柔軟に対応する適応性も、シンガポールの強みだ。適応性？例えば、2020年のコロナショックによって、一度は成長率をマイナス 3.87% に落としたものの、翌年2021年には、成長率を 9.69% に大幅回復しているんだぜ。さすが、アジア経済の中心地と呼ばれるだけはあるわ。これはシンガポールが新しい産業への投資、イノベーションの推進など、様々な変化に明るいからこそできることだ。多くの国と強力な経済関係を結んでいるからこそ、国際的な経済危機に対する回復力も高いぜ。外資の引き入れに力を入れてきたせいかね。2008年のリーマンショックでも、すぐに経済を立て直せたんだぜ。さらに積極的な外資誘致は継続している点で、まだまだ成長の可能性を残しているんだ。けど外国人労働者を雇用すると、税金を払わないといけないんでしょ？それでもシンガポールの法人税率は 17% と、アジアの中でも圧倒的に低いことを考えると、外国人雇用で税金が上乗せされたとしても、それほど大きな影響はないだろうな。ちなみに日本の法人税率は、普通法人で 23.2% 程度だ。まだまだ外資系企業にとって、有利な点が多いのね。それに、シンガポール政府が自国民の雇用を優先しているのも事実だが、将来の経済発展につながる人材に関しては、厳選の上引き続き積極的に受け入れているんだ。むしろよりいい人材が集まってきそうな仕組みね。シンガポールは海外の人材に頼るだけでなく、国内でもエリート教育に力を入れているんだぜ。シンガポール国立大学は世界大学ランキング8位で、
小学校の頃から英才教育を受けた優秀な人材が集まり、いずれ政府関連企業に就職するんだ。実力主義を生き残った超エリートが、シンガポールの未来経済を担っていくのね。本気でシンガポールへの移住を考えているなら、そういった超エリートと競争することになるぜ。大丈夫。足腰には自信があるから。頭で勝つことは捨てたな。シンガポールの躍進はこれからも続くぜ。まだまだ成長するの？シンガポールの未来経済委員会は、7つの成長戦略を打ち出しているぜ。成長戦略をすべて実践して進論を召喚。さらに願いを叶えてもらう気かしら。そんなシステムだったら誰も苦労しないな。一つ目は、国際的な経済関係の深化と多様化だ。いきなり難しそうね。簡単に言えば他の国との関係を深めて、スムーズに貿易経済ができるようにするってことだ。良好な人間関係を築くのに近いのね。二つ目は、熟練したスキルの習得と活用だ。シンガポール政府は、労働力のスキル向上に重点を置いているんだ。教育と職業訓練プログラムの強化が含まれていて、国民が高度な技術と知識を身につける支援をする。実力主義の超エリート教育が進んでいるのよね。三つ目は、イノベーションと事業拡大に向けた企業能力の強化だ。出たイノベーション。わかるようでわからないやつ。実際にいろんな言い方があるからな。新しい考え方や技術を取り入れて、社会に新しい価値を生み出すってことだ。ふーん、わかってなさそう。四つ目が、強力なデジタルケイパビリティの構築だ。で、デジタルケイパビリティだって？ついにお肉をデジタルで削ぎ落とす時代が来たか。ケバブじゃねえよ。デジタルケイパビリティは、パソコンやネットなどのデジタル技術を使って、高度な作業を行う能力だ。デジタル技術を使って問題を解決したり、新しいアイデアを実現したりするための力だな。わかんない。リテラシーが基本的な知識、スキルなのに対して、ケイパビリティはその知識を上手に活用することだ。シンガポールは、今後のデジタル化していく世界にいち早く順応していくために、デジタルインフラの整備、サイバーセキュリティの強化、デジタルスキルの普及を推進していくぜ。某アニメの電脳世界とか出てきたら、いち早く対応できそう。5つ目は、活気と機会に満ち、外部と繋がった都市国家の創造だ。これからもビジネスがしやすい環境を整備するぜってことだな。それくらいシンプルに言ってくれれば、わかりやすいのに。6つ目が、産業変革マップの作成及び実行だ。政府は産業ごとに詳細なロードマップを作成して、それに基づいて産業を変革していくんだ。そういうのって企業側がやることじゃないの？政府が強く主導することで、各産業がグローバルな競争力を持てるようにする狙いがあるんだ。シンガポールの政府関連企業が、世界の競争でトップ争いをする未来が見えるな。外資系企業を誘致しつつも、自国の企業もしっかり成長させるのね。抜け目がないわ。最後は、イノベーションと成長を実現するパートナーシップの活用だ。また来たイノベーション。シンガポールは、国内外のパートナーと協力して、イノベーションと成長を促進していくんだ。これは企業だけでなく、国際機関や教育機関も含まれているんだぜ。他の国とも連携しながら、より良い世界を目指すってことね。さて、今回は明るい北朝鮮と呼ばれるシンガポールについて解説したぜ。今なお成長を続けるシンガポールは魅力的だわ。同時に厳しい法規制が敷かれていて、ちょっとしたことでも罰金が課されるんだ。トイレの水を流さないとかね。シンガポール建国の父リークアンユー氏は、国家資本主義を掲げて国内をシステム統治したぜ。日本にいる私たちから見たらまるで独裁政治ね。ただ実際には、リークアンユー氏をはじめ、多くの行政幹部がそのシステムに従って、政権運営をしていたこともあり、政治家の汚職も少ない経済国家に成長したんだ。日本なんて、ずっと昔から裏金問題があるのにね。これもリークアンユー氏の、強力なリーダーシップのおかげだったのかもしれないな。見る人が見たら強引で抑圧的な政策ばかりだ。しかし、アジア経済の中心となった現代のシンガポールを見れば、その判断は間違っていなかったのかもしれない。最終的に目に見える形で結果を残したのね。リー氏はシンガポールのために自身の全てを捧げた人なんだ。彼はこんな言葉を残している。人生を投じていたものは、シンガポールの成功。諦めたのは自分の人生だ。そんなリー氏は、2015年に91歳で亡くなったんだ。強いリーダーがいなくなって、シンガポールは大丈夫かしら？リー氏が亡くなってからも、シンガポールは成長を続けているぜ。リーマンショックやコロナショックといった、世界的な経済危機に直面しても、シンガポールは素早く経済を回復させているんだ。リークアンユー氏の強い思いが、今でもシンガポールに根付いているようね。で、結局霊夢はシンガポールに移住するのか？正直、トイレの水を流し忘れることあるからシンガポールはやめておくわ。流せやぼけー。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。